目覚めで。くれどこ。ダンテは部下が追っております。奴の所在がつかめるのも時間の問題かと。油断しておったわ。起点の儀式をすでに終えた後だったことは不幸中の幸いであったな。教皇様、そのご機嫌はいかがですかな。ネロとかいう小僧にダンテを追わせてるそうじゃないか。何か問題があるのか。大ありだ。奴が私の研究施設に入り込んだらどうする。ダンテの捕獲こそが最優先事項だ。お前くれど。はい、教皇様。皆を集めよ。早いところ安心させてやらねばなるまい。仰せのままに。
やはり来たな。まさに私の予想通りだ。誰だお前。私はアグナスだ。裏方なのでね。お前が知らんのも無理ないことだ。で、教団の人間がこんな薄汚い場所で何やってんだよ。貴様薄汚いとは何だ。まったく
噂に聞いていた通りの生意気な小僧だ。気に入らんな。お前みたいな奴は死ぬがいい。どういう理屈だよ。生意気だったら死刑って。おいおい、悪魔かよ。悪いな。恨み事ならクレドに言うがいい。クレドがお前にダンテの追跡を命じなければこんなことにはならなかった。ダンテ、教皇を殺したやつか。なんで名前を知ってる。答える必要などないな。なぜならお前はここで死ぬんだ。死ぬかバーガぜひとも復活書体を手に入れたい。あっ、いえ、どうかな、この実験体を。よし、これはぜひとも復活書体を手に入れたい。では、次の実験に移ろう。やれ。うっ、口検査。大丈夫だ。私の実験さ、この強化だぞ。これが天才の仕事だ。やれ。無駄だよ無駄。大丈夫だ。私の設計したこの強化ならさ。いえ素晴らしい。やれ。それは悪魔の力。なんでお前が。黙ってろよこのクソが。質問に答えろ。ここは何の施設だ。素晴らしい。興味深い。おい、聞いてんのかよ。そんなに知りたいのか。なら教えてあげよう。私は数年前から悪魔を研究していてね、悪魔の力を抽出し利用すれば世界を支配できる。実に素晴らしい計画だと思わんかね。しかも発案者は他ならぬ教皇様だ。アホかお前。しかもその教皇がとっくにくたばってるんじゃ研究も意味ねえな。教皇様なら転生された天使にね。天使って。そしてこの私もまた天使だ。見たか。これも私の研究成果の一つだ。見事だろう。どうだ、こ
の白く輝く鎧、実に美しい。ここに至るまでどれほどの苦労があったか、お前には分かるまい。鎧一つ動かすのも簡単にはいかない。まず膨大な数の悪魔の魂を手に入れ、鎧へと込める必要があるのだ。数を確保するためにわざわざ悪魔を呼び出したんだぞ。呼び出した？おい、まさかあの門のことか？そう、そう、地獄門だ。オリジナルの地獄門を参考にした上で私が設計したのだが、出力には強力なマグを使用せざるを得なかった。実にもったいない。何言ってんだか分かんねえよ、クソが。そろそろ死んでもらおう。安心しろ、お前の死は無駄にはしない。解剖して研究材料にしてやる。じっくりと調べさせてもらうよ。特にその腕はな。ふざけんな。こいつをラボに運べ。キリエ、逃げろ！ネロ！キリエ！キリエ！一度本部に戻るか。アグナスの言ったことクレドに確かめなきゃな。Yeah!
ジャングルかよ。これも門のせいか。悪いな坊主、遊ぶのは後でだ。あいつ何か知ってるのか。